おい、やらけばさ。うまそうな匂いに釣られてきたら、ルフィ、お前がいる。おい、mira、lo que estaba muerto。Hasta yo sé esa parte。エース。ん？どうした、ルフィ？また会えるなんて思わなかった。おいおい、この間会ったばかりじゃねえか。だってよ。まあ話は飯を食いながらにしよう。腹ペコなんだよ。そうか、じゃあサンジ、先の頼む。ああ任せとけ。メラメラの実の能力者、秘剣のエースはルフィの兄である。世界最強の海賊、白ひげ海賊団の2番隊隊長を務める彼は、仲間殺しの海賊を追っていた。いやー、うまかった。いい腕だ。当たり前だ、サンジは俺の船のコックだぞ。いい仲間を持ったな、ルフィ。おう。よし、うまい飯で腹も膨れたことだし、そろそろ行くか。またそんなすぐに行っちまうのか。ああ、積み忘れたものがあって戻ってきただけだからな。じゃあな、ルフィ。待ってるぜ、高見で。エース、見ててくれよ。俺は必ず海賊王になる。